ジンベエザメを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。開きます。角を中心に合わせて折り目をつけます。角と折り目を合わせて折ります。裏返します。角を内側に折ります。折り目に合わせて折ります。後ろ側の三角を引き出しておきます。こちらの角と角を合わせて折ります。辺で開きます。辺と辺を合わせて折ります。開いて、こちらの折り目で内側に折ります。こちらの角を戻して白い四角が出るように折ります。こちらを斜めに折り目をつけます。反対側も斜めに折り目をつけます。このように折りたたみます。こちらを折り目で折って角を尖らせます。角と角を合わせて折ります。角を内側に折って中割り折りをします。こちらを引き出して中に差し込みます。こちら側も同じように折ります。こちら先ほどの同じように折ります。こちらを裏返してこちらの辺で折ります。戻してこちらの折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。こちらの延長線上で折ります。
ちらの折り目から折ります。裏返して袋を開いて折りたたみます。こちらを斜めに開きます。こちらを折りたたむように三角に折ります。こちらの辺を三角に折って中割り折りします。こちらを半分に折ります。斜めに折って中割り折りをします。こちらを開きます。こちらの角を三角に折って中割り折りをします。こちらで完成です。